佐賀市交通局。佐賀市交通局は、佐賀県佐賀市の路線バス事業を担う、地方公営企業法、及び、佐賀市自動車運送事業の設置等に関する条例、平成17年10月1日佐賀市条例、第234号に付く、地方公営企業である。通称は、佐賀市 A バス。1936年、昭和11年10月10日に、事業開始した。 交通局事務所及び車庫所在地は、佐賀市愛協町4番23号。現在は路線バス専業となっており、佐賀駅に隣接する佐賀駅、バスセンターを拠点として、佐賀市内各方面に路線を持つ。また、佐賀市内から、佐賀空港への空港連絡バスも運行している。赤字路線が多いため経営は厳しい。累積赤字は6億円を超えており、 木下俊幸前市長の時代には2009年、平成21年度までに、黒字転換しない場合には民営化、との素案が出されていた。かつては、貸し切りバス事業も行っていたが、民営化への準備の一環として2005年、平成17年3月31日に廃止された。秀島俊幸原市長への交代後は合理化を、徹底した上で市による経営を維持する方向に、 転換している。ただし、地方財政健全化法に基づく資金不足比率の計算においては、資金不足と判定されたため、2013年、平成25年度までに資金不足比率を下げるとした経営健全化計画が策定されている。佐賀市中心部にある佐賀駅バスセンターを拠点に、久保泉町、金流町以南の佐賀市行き南側の平野部一帯に、 路線を持つ。かつては、佐賀市と佐賀市街を結ぶ路線も多数運行していたが、路線廃止、撤退のほか、運行地域の多くが市町村合併により、佐賀市となったこともあり、2008年6月30日に、向井島線が廃止されたのを最後に、全路線が佐賀市内となった。いわゆる系統番号ではないため、同じ路線であっても、大路と路では、番号が異なる。 同じ路線、同じ方向であっても、一部の施設に乗り入れる便と、乗り入れない便が混在する路線があるほか、終点が異なる場合もある。佐賀駅、バスセンターを終点とする便については、経由地に関かかわらず共通の行き先番号1番を表示する。佐賀駅、バスセンターを経由しその先まで運行する便は、佐賀駅、バスセンターから先の経路に対応した行き先番号で運行する。 佐賀空港線と試験運行期間中である南部医療センター線については行き先番号が付されていない。1番を除き全て佐賀駅バスセンターから先の経路を示している。佐賀駅バスセンターと佐賀空港を連絡するリムジンバスで1998年7月28日に佐賀空港が開港した当初から運行されている。佐賀空港を発着する 航空機の時刻に合わせて運航される。直行は、春秋航空の佐賀上海線及び、TWA 航空の佐賀ソウル線に合わせた、運航日、時刻で運航され、途中停留所には停車しない。運航開始以来、主に貸切路線兼用車が使用されていたが、春秋航空の就航に合わせ、同社接続便用として、ハイデッカータイプのリムジンバス専用車が導入され、現在は、 国際線、国内線接続便ともに、全便が、専用車で運行されている。佐賀県立病院の移転により加瀬町に会員した、佐賀県医療センター構成館と佐賀市南部の旧、諸富町、川添町、東岡町域を結ぶ路線。2013年5月2日に運行開始した。両方向ともに、行き先番号がなく、佐賀市 A バスの路線で唯一。 佐賀駅、バスセンターを通らない路線である。平日のみの運行。ラムサール条約指定湿地である東横、カ、東、世界文化遺産に指定されている三重海軍所跡、機械遺産に指定されている筑後川昇海橋を回る路線。2015年に三重海軍所跡が世界遺産に指定されたのを機に、同年7月4日より運行開始された。 南部周遊バスを代替する形で2016年4月より運行されている。土日祝日の午前、午後に各一便運行される。一周の所要時間は3時間30分で、東床型で40分、三重海軍所跡で60分、小海橋で25分停車する。道路線用の1日乗車券がある、佐賀駅周辺の一般路線も利用化。 一部区間のみの利用も可能であるが、乗車一区間ごとに運賃が必要。専用の小型バスを使用する。国産4メーカー、イスズ、ヒノ、三菱ふそう、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックス全車の車両を使用している。1999年から2002年にかけて、大型モノコックボディ車などの急速な車両代替を測るため、 東京都営バスの中古車を導入したが、後日の中型ノンステップバスに代替され、2014年までに全廃されている。2001年から2002年にかけて、自極発注の中型ロングノンステップバスを5台導入し、また2002年度から継続的に、自極発注の中型ノンステップバスが導入されている。2015年9月時点では、全体の 約59%にあたる41台がノンステップバスとなっている。2014年と2015年には東京都 A バスから中古車の中型ロングノンステップバスも各1台導入されている。一般路線車の塗装は1983年から採用されているクリーム色地にターコイズブルーとオレンジ色の帯を配した塗装であるが導入時期により塗り分けに違いがある。 方向幕は順次 LED 式に交換が進められている。レトロ調、ボンネットバス、日産、シビリアンクラシックバスが1台ある。1998年にキャーもバス用として導入され、キャーもバスの運行が終了した後、サガンバスに使用され、サガンバスは路線としては運行終了したが、車両自体の相性ともなっている。現在では、 定期運用はなく、イベント時に、臨時バスとして使用されることがある。佐賀空港リムジンバスに使用される車両は4台ある。いずれもハイデッカーで、かつて保有していた貸切バスに準じた塗装である。春秋航空の佐賀上海線運行開始当初に、三菱エアロバス1台、その直後に、日野セレが1台、2014年5月に日野セレが1台、 2016年6月にイスズガーラ1台が導入されている。これらの車は導入当初は国際線接続便のみに使用されていたが、車両増備により、それまで使用していた貸切路線兼用車に代わり国内線接続便にも使用されるようになった。1994年までは貸切車とともに貸切路線兼用車も導入されていた。 貸切バス事業廃止後も一部が残り、佐賀空港線を中心に路線バスとして使用されていた。2017年までに全廃されている。貸切バスはすべて競売された。赤字が続いている市営バス事業の見直しを進めている佐賀市の方針により、運転手の補充は食卓職員に限っている。すでに運転手の半数が食卓となっており、 人件費の削減につながっている。また、2006年末に、路線延長の形で開設したご系統、夢田運線の集客が好調に推移し、収支は改善。2007年度、平成19年度の単年度収支は613万円の黒字となり、5年ぶりに黒字となった前年度の赤字額約7、100万円から大幅に改善。今後とも、コスト見直しと、 乗客像に努めるとしている。2008年度、平成20年度は、経由価格の高騰により、再び赤字に転落したが、2009年度、平成21年度は逆に、経由価格が下がったため379万円の黒字に回復した。経営健全化計画によれば、2011年度、平成23年度に、運賃値上げ、平均7%を実施するほか、 回数券、定期券の割引率を見直すとしている。引き続き正規職員の採用を凍結し、食卓職員への移行を進める。一方、空港回数券、土日宿フリー乗車券等の新規商品の開発も行い、乗客減に歯止めをかけたいとしている。新たに販売を開始した中高校生向けの夏休み限定のフリーパス券は、好評を博しているが、 乗客減の傾向には依然歯止めがかかっておらず、今後も地道にバス利用を訴えたいとしている。なお、平成22年度から平成25年度の4年間で総額6億円強を佐賀市の一般会計から繰り入れ、資金不足比率を下げるとしている。ちなみに、ホームページ上では、国、佐賀県からの運行補助金が支出されている路線10路線の 収支状況が公開されている。一般的な後乗り前振りで整理券方式である。ただし、夢田運線の未距離が短く、全線初乗り運賃区間となるため整理券を発行していない。また、乗り乗りワイドや昼乗りワイドといった新商品も出ている。かつて存在した割引制度にもか定期券導入に伴い2018年3月31日付で、 廃止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。